はい、どうも、チャンス大城でございます。イリオモテヤマネコの顔をしながらフクロウの音を出します。失笑の中始まりましたけども、はい、僕、大丈夫ですか？僕でチャンさんですよ。僕、アマチュアのホームレスって呼ばれてますよ。免許証も27回なくしてましてね。すぐベロベロで寝てまうんで、すられるんですよ、財布。これね、免許のね、交付行ったんですよ。免許証27回なくして、ちょっと犯罪の可能性があるんですって。取り調べられまして。パソコン見ながら、全データが入ってるんですよ。で、カチャカチャっと調べたら、僕、東京で免許証3番目になくしてるんですよ。ファイナリストなんですよ、免許証なくした。1位がね、82歳の72回おじいさんが超えていきますね、これからも。楽しいですね。はい、このアンエクスペクテッドバディーズで、はい、なんとですね、チャンス大城のテレビじゃ流せない TV というですね、企画を始めようと。はい、ゆうやおう。はい、チャンス大城はね、長野と、はい、チャンス大城と雪男さんでしたっけ、はい、三大地下芸人と、はい、いうふうに呼ばれて、長野がそこを一足先に飛び立って、はい、ね、アンダーグラウンドの中でチャンスさん今やっと入れようとしている。細かすぎて優勝して、そして滑らない話でもね、ちゃんと爪痕残して、はい、しっかりとなんか街角で話しかけるようになってきたって。はい、建築現場で滑らない次の日、うん、朝礼で、はい、現場監督が今日11時に犯人はあるからちょっと整理してください。で、A 班の班長からじゃあ、今日の、工程を言ってください。あら、後ろで並んでる君滑らないで出てた昨日って君並んでたんだけど、はい、風呂場でも5人組に囲まれまして、大学生の。で、僕もう風呂入って脱いで入ろうと5人組で出てきて、あら、握手してくださいって見ました、埋められた人でしょつって、うん、俺その後家帰って飯食ってもう歯磨きで寝よう思って、うん、ツイッターのエゴサーチチャンス押しろって、はいはいはい、しますね。うわ、いっぱいおるな。一人今日銭湯で滑らない話をチャンス押しろさんに会いました。とても愛嬌のある一緒でした。ただ一つ気になったのはおちんちんの先にティッシュがついてました。かわしたやっぱね、こう見られる世界なんでね、これからは。今年勝負ですから。はい、ね、はい、ただチャンさんいろいろテレビに出るようになって、はい、いろいろでも自分の中でチャンさんの本当にこうエッジの効いた、はい、鋭いネタ、それから鋭い、はい、エピソード、はい、これやっぱ結構やっぱりこうちょっと丸めてトークされたりする、柄にもなく気使ってますね。そうでしょ。はい、やっぱちょっとこう規制が、あ、こういう言葉もダメなんだと。だクリスチャンって言葉とかもうダメなんだな。クリスチャンなんだ。はい、で、ちなみにチャンスさんクリスチャンですよね。はい、そうですよね。カトリック信者で。何でしたっけ。はい、大城アントニウス文明です。はい、そうですね。ちょっとこのアンエクスペクテッドバディーズは、はい、コンプライアンス的なラインは、はい、そこまで高くないと思います。はい、なのでやっぱりテレビじゃ普段話せないこともですね、これ分かりました。はい、見てみたいと、聞いてみたいと。そうですね、ちょっとね、いつも出てるトークライブがちょっと、ど肩の打ち上げみたいなことばっかり言うんで、ちょっとこう、僕も慣れてしまって、そうでしょ、染みついて、こう、パッて言うちゃうんですね。そうでしょ。よく出てたライブはどういうタイプでしたっけ。水道管破裂寄せとか、はい、はい、あと、ハモンライブっていうこの間出ましたね。ハモンライブ、いろんな事務所クビになったやつが集まってました。MC でなんでクビになったのって、もう地獄絵図でしたね。アンケートに二度と来ないって言って。さあ、チャンスさん。はい。今、芸歴何年でしたっけ。今、もう全部入れたら30年ぐらいになるんですよ。もういくつになられるんですか。僕は43で、バツイチです。あ、ご失敗されてると。はい。もう息子もいまして。あ、息子。はい。もう5年ぐらい、絶縁だったんですね、嫁とに。もう5年会ってなくて、でも、今息子が9年目ですね、はい。9歳。あ、9歳です。芸歴みたいに出ちゃいました。一回、別れて、1年ぐらいした時に、保育園はしてたんですね。気になって行ったんですね。で、電信柱でこう、保育所の前で、出待ちしたんですね。ちょっと映画のワンシーンみたいです。久しぶりに嫁見ましてね。なんかこう、
薄い涙が出てきました西日でね、はい、でもあもうええわ思って、ゲームセンター行ってシューティングゲームしまくりましたねかつてね、そういうのも背負いながら、はい、まだ芸人続けてらっしゃって、はいはい、ね、チャンさん43歳で、はい、生まれ尼崎、尼崎で、いやこれはもうあれとあれと、もうここでもまあ、あれとあれが、まあまあヤクザからいっぱい、はいはい、もう夢のオールスターみたいな街ですね。はい。すごい、だからすごい環境でいろんな、はい、まあいろんなこうエキセントリックな人々が、そうですね。だからおばあちゃんとかが普通に肌おっぱい見して歩いてたり。野良犬がいっぱいおって、はい、だからそれが当たり前だと思ってたんですね。もうやばかったです、尼崎は、ねえ、はい、そんな中でちょっとなんか尼崎のですね、その思い出というか、ね、チャンさんも結構な、ね、いじめられっ子で、はい、ね、いろんなエピソードも持ってらっしゃるので、あ、どれしましょうか、ね、でもなんかちょっとまず1個目、こうご挨拶がてらの、じゃあまあ、まっすぐ、あ、さあ、長政のおっちゃん映ってましたね。お前、電話やぞ、どこでうんこしてんねん。お前、でかいな。